人吉豪雨被災者支援小型仏壇無償提供。ありがたいことにですね、人吉シルバー人材センターさんのですね、開放、人吉ラッキー便でですね、ご紹介いただいております。こんなに大きくですね、本当にありがとうございます。金箔が吹いても剥げない国産仏壇、人吉熊足北八代支援隊隊長永田光希でございます。2020年12月20日、日曜日ですね。今ちょうどですね、朝5時37分、今外はマイナス1度なんですよ。ギンギンに冷えております。朝動画でございます。実はですね、ありがたいことにですね、これはもう人吉のシルバー人材センター様ですね。実はこの広い人材、人吉のシルバー人材センターさんも通じてですね、もう40機ぐらいかな、当店にですね、ご予約いただいて お配りしております。こちらのですね、人吉の豪雨被災者、今回の豪雨被災者ですね、皆さん、本当にもう、被災してらっしゃいます。その方々にですね、こちらのお仏壇ですね。あと、こちらにありますけど、お仏具とかですね。こういうお仏具ですね。お仏具。これはもうサービスでお付けいたします。やっぱりお線香ろうそくあったがいいですからね。皆様にお仏壇を通じてですね、前向きに、生きていかれる勇気、元気をですね、お届けしたいと思っております。で、その活動をですね、ありがたいことにですね、これ開放にですね、こんな大きく紹介していただいてるんですよ。ありがたいですね。まず仏壇の紹介ですね。それと、書いてありますね。小型仏壇を通じて心の安らぎをお届けいたしました。ありがたいです。はい、頑張ります。で、今日のですね、12月20日、あれですね。窓を開けて九州。これ、JNN、TBS 系九州全局で放送されます。今日の朝10時からですね。それを紹介していただいてるんですね。ありがとうございます。で、今までですね、人吉の、この被災者にですね、シルバーさんが、我々はシルバーさんの事務所にお届けして、シルバーさんがお届けいただける。もう本当ありがたいです。どうもどうもすいません。で、こういう形でですね、お届けの模様も書いてありますですね。もう本当にありがとうございます。出てこいです。こちらにですね、ありますけどですね、こういう形でですね、これが12月の11日から18日が全国定期便で発送していらっしゃいます。で、これからですね、今度はふるさと納税返礼品としてですね、今度は46件ですね、これを配送されるんですよね。で、それはですね、こういう形で、やはりこの人吉の農産物、トレトレの農産物をですね、こうやってやっぱ発送、約100件ですね、配られるんですね。それにこの冊子をですね、付けられて、という形で発送されるそうでございます。やっぱ素晴らしい活動をしてらっしゃいますね。もう心より尊敬申し上げます。ですから、まあ今回ですね、我々も人吉を、まあ被災者をお手伝いしたいということでですね、人吉豪雨被災者支援小型仏壇無償提供、人吉シルバー人材センター様ですね、まあありがたいことにですね、人吉ラッキー便でご掲載いただきました。本当にありがとうございます。詳しく紹介していただいてます。これ全国に発送いただいてますね。ありがとうございます。で、全国定期便、それとふるさと納税返礼品に、この今回のこちらのPR をですね、していただきました。誠にありがたいです。ですからですね、仮にですね、例えば九州とか、まあ、よそにいらっしゃいますよね。子供さんがいらっしゃって、お母さんが、お父さんお母さんがですね、被災してらっしゃると。で、例えば福岡に、息子さんのところに避難してらっしゃる場合にはですね、言うてください。福岡に送りますけ。はい。もう大丈夫です。ですから、やっぱり多いんですよ。もう今、人吉から、熊本とか福岡とかですね、そちらに避難してらっしゃる方いらっしゃいます。ですから言うてください。その場合にはですね、私はですね、これはその場合は持っていくというよりも、福岡、どこでもいいですよ。日本全国。もう、極端なことを言えばですね、東京の子供さんのところに避難してらっしゃる方もいらっしゃると思います。で、そういう方にはですね、言ってください。こちらの仏壇を、郵送いたします。もちろん無料で出しますので。はい。まあ、そういう形でございます。で、今日のですね、12月20日新窓を開けて九州もご紹介いただいております。もう本当にありがとうございます。はい、もう身に余る光栄です。もう本当に何よりもこの今回のテレビ放送がですね、力になりますのでですね、それを原動力としてですね、来年も再来年もですね、これはもう今年1年で終わる仕事じゃなかですけどですね、来年も再来年もこの無償提供は続けていきますので頑張ってまいります。はい。で、テレビを通じてですね、この人吉のふるさと納税にもですね、お役に立てないかなと思ってですね、今度の窓を開けて九州ですね、まあそうはと思っております。まあ本当にですね、頑張ってですね、来年も継続してまいりますので、一つ皆様よろしくお願い申し上げます。はい、ではここまで、この動画を見ていただいてありがとうございます。皆様の開運をあって、お祈り申し上げます。